こちらです。こちらね、おなじみパンジャムのなめ先生が書いてくださったんですけれども、超過失新衣装ということでね。過失しすぎだろう。すごいですね。なんかうちの周りにいたらめちゃくちゃ喉ケアできそうだね。キノコとか育てるのもちょうどいいかもしれないですね。ミオファのみんなはうちがサポートするから、どのミオファが描いた新衣装よりも強いを目指して完成した特撮系ヒロインミオ社です。強そう。でもなんかちょっとセクシーじゃない？お腹の下こんなに出すことある？お腹のおへその下こんなに出すことある？ちょっと恥ずかしいな。うちだよ、うち入りだよー、ということで。うち入りにしては結構可愛くないか？なんかうち入りにしては舐めてんのかってぐらい可愛さが際立ってますね。絶対にこいつ先陣切って戦わないですよ。後ろの人たちに戦ってもらって頑張れって言ってまるタイプですよ。しかもタイガとタワちゃんもいる。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。めっちゃ可愛いです。ミオシャが立った。マスカーニャじゃねえか。うちじゃないよ、これもうマスカーニャだよ、ということで。マスカーニャじゃねえか。うちはマスカーニャだったのかもしれない。メイドミオシャー、ということで。かわいいねえ。ちょっとでもセクシーかな。あの胸元もそうだけど、なんか腰回りとかちょっと露出が高めですね、これはね。いや、可愛いけれども。黒瀬先生の作品です。アメバシッパありがとう。こういうのも似合うはずと、光の星と星の光と白いバラをモチーフにセクシー可愛いダンス衣装を目指しました、ということで。はい、ミオファのね、あの、ミオはなんかおむつみたいなの履いてる。かわいい。ちょっとおむつ履いてるミオはがかわいいですね。忍びミオーン、ということでね。忍びミオーンですよ、皆さん。いや、かわいいね。忍びミオーンもね。このね、ベルトのところに、クナイをくっつけてるのがね、いいなって思いました。めちゃくちゃジャラジャラしてるじゃん。でもデザインがすごい可愛い。